ね、まあ、そういう意味で強かったなという感じがします、はい、リ・タイソーの得点は 9.00 と出ていました。さあドイツのラルフ・ペーター・バイ選手です。トカチェフからギンガーの連続ですね、はい、少し足が割れてしまいましたけれども意欲的な攻めだと思います、はい、やっぱり体が大きいですからこの鉄棒をやりまして迫力がありますね。そうですね、はい、鉄棒は何といっても体の大きい選手の方が有利なんですね、はい、170センチ近くあります、はい、いいですね。フィニッシュも見事に決まりました。